はい、今ね、羽田空港第一ターミナルの、到着ロビーに来ています。今日は、ここで一泊していきます。第一ターミナルの、ロビーの中に、ファーストキャビンっていうね、格安のホテルがあるんですが、今日はそこで一泊していきます。ここですね。の中です。チェックインします。タッチパネル、ここでタッチする。ここが自動ドアである X。 ここから、あ、なるほどね。 X。ここですね。はい、今日の、宿泊場所になります。プランもあるんだ。高いけど。あとでお腹すいてるから。インターネットもできる。プリンターもできる。ビール売ってます。ビール売ってます。はい、おはようございます。朝になりました。今日はちょっとね、 PCR 検査を受けに行きます。4階まで上がりたいと思います。
はい、4階は、PCR 検査会場もあるんですが、朝食が食べれる、フロアにもなってます。4階の朝食コーナーは、はい、ロイヤルホストがやってるという話なんですけど、ありました。まだ開店してない。9時からですね。4階は、まだね、7時半前なんですけど、まだです。まだのようですね。はい、PCR 検査終わりましたので、朝食行きたいと思います。まずは、地下1階から、どんなお店があるのかね、行きたいと思います。こっちか。うちの卵かけご飯、親子丼も食べれますね。ドトールもあります。あそこはマックもありますね。こっちはパン屋さん。パン屋さんいいね。パン屋さん、パン屋さんは中で食べれるような感じです。そう、フードコートありますね。フードコートはまだやってないですね。フードコートは朝はまだやってないようです。11時からか。あー、ハンバーガー、サンドイッチのお店ですね。トースターか。まあまあいいんじゃないですか、ここも。スタバがありますね。3階はね、レストランあるんですけど、朝はやってないですね。やってなさそう。1階です。開くドアにご注意ください。到着ロビーです。はい、じゃあ1階の到着ロビー。レストラン、到着ロビー、レストラン。到着ロビーにはあんまりないんですね。あ、2階は出発ロビーなんですけど、結構ありますね、食べ物。でもお土産かな、お土産屋さんが多いのかな。レストランもね、奥にあります。行ってみましょう。コーヒーショップありますね。モーニングやってるみたいです。他も見ます。あ、カレーうどん屋さんは10時から。ここね、聞きたかったんですけど、残念。ひとしな屋、ここもね、気になるお店だったんですけど、やってますね、ひとしな屋。ちょっと見ていきましょう。あ、にぎわってますね。朝ごはんって書いてある。
おかゆとかですね。白がゆ、美味しそうですね。鮭膳と白がゆ、個人的には、ね、鮭膳の方がいいんですけど、ちょっと1500円高いですね。あとは20と45番、20と45番、対象券だったらいいや。さあ、じゃあどこで食べるか決めましょうか。ひと品屋にしましょう。ここにします。ここで朝ごはん食べます。いらっしゃいませ。お姫様ですか？お姫様ですか？僕から冷たお願いいたします。はい、下でお願いします。入ったぞ。下がいで、はい、次のページご飯のお供などございます。よろしかったですか？こっちの方ですね。はい、かしこまりました。大丈夫ですか？はい、はい、かしこまりました。失礼します。鮭膳ピーです。ありがとうございます。お茶の代わりの飲むお出汁です。はい、お願いします。鮭膳を一つ、はい、次のページ、ご飯のお供などいろいろございます。よろしかったですか？佃煮、明太子、松前漬け、卵かけご飯です。ご飯がおかずなので、そちらつけることでアレンジができるとご案内でした。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、かしこまりました。皆さんお願いします。はい、鮭膳ピーです。朝ごはんを食べてきました。PCR 検査の結果が4時間後にメールで来るというので、ここでね、またホテル戻ってまったりしたいと思います。多分10時に追い出されちゃうんで、7時半に PCR 受けたので8、9、10、11時半以降に結果が出ますが、まあギリギリまでね、ちょっといたいと思います。チェックアウトします。テレビを消して、もうみんな出てますね。さすがに10時までは残らない。よし、
まあ追い出されちゃったんでチェックアウトで、PCR 検査の結果が出るまではちょっと羽田をうろうろします。とりあえず階へ、ひらくドアでご注意ください。展望デッキへは、こちらの階をご利用ください。2人参ります。ここで、ね、時間を潰します。